盛り上げたい、なにわのやんちゃなお祭り娘、ビレイです。アイリです。田村萌です。うちら大阪シャオギャングスです。始まりました、小中なんですかなんですかめっちゃ笑ってはったけど大丈夫大丈夫あ、全然だ、いけたらいけてないけど、わっしょいから一人なんか違う声出てきたもんな。なんか新しい人格出してまあ久しぶりの3人とっていうことで、はい、まあ、何をしようかなって考えてたんですけど、はいはい、私家で、あの面白そうなカードゲームを見つけて、うん、なのでそれをやっていきたいと思います。家にカードゲームあるのすごいよ。その頃やと思って面白そうと思って、何のゲームかと言いますと、はい、じゃじゃん、こちら縁顔マッチ。縁顔マッチ、濃いでございます。これね、私面白そうって思った理由が、まあ、あのハマっていうゲームってやったじゃないですか、面白かったでしょ、あれ、あれと同じ作家さん、クリエイターさんが作ってるゲームで、そう、しかも家族ファミリー役、ファミリーこれはなんかダイソーで、ほらダイソーで売ってるって、お手頃やね。めっちゃ手近で、うん、そう、面白いゲームが買えるので、これをぜひやっていきたいと思います。はい、ルールを説明しますと、はい、よ、いろんなカードのバリエーションがあって、ここまで並べますね。はいはい、で、この青いものカードがお題なんです。これを引いて、その人は右におでこになって、他の2人がこの顔をするんです。うん、他の人が、うん。で、この人がこれやって、あ、黄色のカード選ぶ。選ぶ。正解したら、より近かった顔の人にこのカードを入れる。え、正解じゃなくて、正解。正解じゃなかったらカードは誰もない。近かったの正解じゃないともらえる、その他が一致しないともらえるね、というゲームです。はい、ルールわかりますか。え、ジェスチャーをしたゲーム、顔ですから、あ顔のみで、はい、難しいな。3ターン、2人3回ずつお題引くことをやってほしいと思います。ショギャンの中でもさ、最近あの絵文字を顔で表現するの流行ってるじゃない。流行ってるなちょっと理解、流行ってるな。どんなやけ、これ、あ、そういうのとか、これこれですこれこれです、そういうのとか、なんかこれこれですね絵文字を顔で表現するのに変わってるんですよ。なのでちょっとね、そんな感じで、はい、この顔を表現してもらいたいなと思います。はい、はい、ということでカード並べ終わりましたので、ミレイさんからお題引いていってもらいたいと思います。はい、引いたら本人見ちゃダメです。あ、オッケーオッケー、私たちが通す。じゃあ、はい、これにします、これにします。はい、いきますよ、皆さん、はい、お題はせーの、うおー、いえーこれです。落ちてますか。落ちてる。オッケーオッケー、覚えたね。覚えた、オッケーです。オッケー、え、その反応なんなん。もう全部むずいねえ、全部むずいって何よ。あ、え、オッケー、むずい、いきます、うん、せーの、変顔マッチ。ええあ、え、あ、はい、はい、え、はい、え、これかな。じゃあミレイさんの回答どうぞ。18番キルキルおめめ、うん、じゃあ正解は、せーの、出してるよっていう、この
なしです。なしです。ゼロポイントで。ゼロポイント。じゃあ一回ハイリさん。はい。はい。いきます。いきますか。いきますよ。はい、せーの。変顔マッチ。結構取った。すごい。負け返したな。ゆりさん、星7。
やばー。ということで今回の変顔女王はミレイさんでした。イエーイ、ありがとうございます。さすがやな。何が違うやろ。何が違うやろ。何ですかね、顔の圧がすごい。圧ですか。やっぱそういう自分のアピール力、女優の顔で表現してくれるのね。そうよ、やっぱね、表情って大事じゃん。大事よね、アイドルとかやってるからね。まあ、ちょっと私もミナエさん見習って、大体の表情のさ、はい、表情筋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 、鍛えていこう。鍛えていこう。眉も目も鼻もほんまやな。はい、口角も全部鍛えていこう。衰えへんし、お怪我にならないためにも、私もちょっとミナエさんを見習って表情筋鍛えていきたいと思います。はいはい、ということで、まあね、このゲーム最初も言いましたけどね、手頃で入るし、そう、めっちゃ面白い。そう、試合、そうなのよ。その思った以上に盛り上がった。なので、ぜひとも家族とかね、お友達とこの変顔マッチやってもらえたらなと思います。はい、ということで、今週もショーチームにお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。来週の動画もお楽しみに。ということで、以上、大阪ショーギャングスでした。